ハイプーリーを利用したトライセップスプレスダウントライセップスプレスダウンはウエイトトレーニングの種目の一つ。握らずに上から手のひらを押さえるようにアタッチメントに手をかけるオーバーグリップで行うと上腕三頭筋の内側頭と外側頭を主に鍛えることができる。また手のひらをグリップの下に向けて握るアンダーグリップで行うと 上腕三頭筋の長頭を主に鍛えることができる。コントラクト種目なので、ピークコントラクション法が有効である。ウエートを下すとき、体がウエートによって引っ張り上げられないように体にプレートをぶら下げるやり方もある。ラットマシン、またはハイプーリーにトライセップスバーやカールバーやストレートバーやロープバーをセットする。ハンドルを肩幅より狭く、 オーバーグリップのサムレスグリップで持ち、上体をやや前傾させ、ハンドルを引き、上腕が上体と平行になるようにする。肘を動かさないようにして、息を吐きながら腕を伸ばして、ハンドルを下げていく。足の付け根あたりまでハンドルを下げ、上腕三頭筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。 ラットマシン、または、ハイプーリーにトライセップスバーや、カールバーや、ストレートバーをセットする。ハンドルを、アンダーグリップで持ち、上体を、やや前傾させ、ハンドルを引き、上体と平行になるようにする。肘を動かさないようにして、息を吐きながら、腕を伸ばして、ハンドルを下げていく。足の付け根あたりまでハンドルを下げ、上腕三頭筋が十分に収縮するのを、 感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。ラットマシン、または、ハイプーリーにワンハンドルバーをセットする。マシンの前に約45度の角度をつけて立ち、マシンから遠い方の手でハンドルを、アンダーグリップで持ち、上体を、やや前傾させ、ハンドルを引き、上腕が上体と平行になるようにする。 肘を動かさないようにして、息を吐きながら、腕を伸ばして、ハンドルを下げていく。足の付け根あたりまでハンドルを下げ、上腕三頭筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。三から四を繰り返す。反対側も同様に行う。ありがとうございます。